はい、皆さんこんばんは。さあ、今回はですね、海外のインディーズサイトにありました、これ ジャパニーズホラーなのかな、古屋探検というゲームをやっていきたいと思います。古いね、廃墟廃屋を探検するゲームみたいです。早速やっていきましょう。始めます。なあなあ、入ったら呪われる家って知ってる？知ってる、あの住宅街にある一番古い家でしょ。暇だしさ、肝試しやろうよ。じゃんけんで負けたやつが一人で探検してくるんだよ。いいね、面白そう、やろうよ。僕はいいよ、やめとく。なんだよ、ヨムシ、怖いのか。いいじゃん、やろうよ、どうせただの空き家なんだから。じゃんけんで戦ったやつが行くんだからな。じゃんけんポーンペコーっと。結局僕は行くことになったし。暇だって言ってるのに一人で行かせんのか、これ。はあ、早くやって帰ろう。暗くなって余計怖いしって。暇なんだからみんなで行けんのにな。結局一番、あ、真っ暗いね。はい、暗いと。お、懐中電灯、ナイス。はい、では探検していきましょう。てか普通に不法侵入ダメだからね。ん、あれ、あれない、あ、登れた。不法侵入ダメだからね。僕顔モザイクだけど、モザイクちょっと外れてるね。すげえな、なんかゴーフォームを思い出すようなモザイクの描き方ですね。モザイクコちゃんみたい。はい、じゃあ探検していきましょう。広い廊下ですね。ん？斬新な電気ですね。これ和室の電気だよね。電気つけつけ一個一個下に行ってパチンってやんなきゃいけないタイプのやつ。へえ。あ、2階もありますね。あ、2階もこのあれなのね。これは入れんのか？失礼しまーす。それでは探索しても、廃墟っぽいけど、普通に家具とか置きっぱなしなんだね。テレビのリモコンもある。エアコンとかも。5時前、あ、夕暮れ時、大曲がる時ですね。一番嫌なタイミングですね。夕方、一番幽霊が出る時間と言われてます。あの世とこの世の境目の時間。電話も置きっぱなし。女物の服とスーツが、え、置きっぱなしなの？この家なんで家具が置きっぱなしで廃墟になってんだろう。それが問題なのか。当時のものが置きっぱなしなのに住民はいないという。うん。台所とかはさ、あ、もう特にでも何も起きないね。まあ起きて、あ、ちょっと入ってるな。わお、包丁が、むき出しで置いてあります。とはいえ、本当に探検なだけだね、今のところ。まあ、ここの家の住人は、引っ越したわけではないみたいですね。当時のものがそのまま置きっぱなしで置いてある。これはトイレですね。トイレもこの電気。まあまあまあ、いろいろね、ゲーム的な問題でしょうけども。ここは？ここには押し入れか。で、ここは？お風呂場、洗面ですね。はい。まあ別に、こうやって言って変わることもなしというか。イエロー。あ、でも歯ブラシ1本だ。男の人と女の人が住んでたっぽいけど、歯ブラシ1本ですね。え、特に1階は何もないな。まあ探検っていうから、ただただこの廃墟の中を見るだけかもしれない。まあそれだけなわけはないと思うけど。とりあえず1階部分で、怪しいものも怖いものも特になりませんでしたね。じゃあ2階行きましょう。この昔のね、この砂の壁、土壁ってやつ、昔実家はこれだったんですけど、これ怖いですよね。ポロ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 さ、ちょっと劣化すると落ちてくるんだけど、この落ちた先からさ、人骨が出てきそうでさ、怖いよね。で、なんかほら、ちょっとシミとかが気になるんで、こういうのって。はい、じゃあ2階上がっていきます。なんか呪怨の家みたいな間取りだね。みんなのトラウマである。開かない。何か引っかかってるのかな。ああ。
ここは開かずの間と。ジオンの家もさ、こんな間取りだったじゃん。みんな大嫌いな。はい、和室の部屋。ジオンの家だと、ここに、奥さんの、この上に奥さんの死体があったんだよね。古い新聞。夫婦が不審死、無理心中の可能性。夫を刺殺し、犯人と思われる妻は自殺か。4月4日、なんだこれ、なんて読むの、ヒゲみたいな字。県何旧、うん、読めないな。市の住宅に住む夫婦が遺体で発見された。被害者男性が勤務する会社に出勤せず、連絡も取れないことから警察に通報があり、事件が発覚した。うん。男性の遺体は目が刃物で刺し潰されており、遺体にも複数箇所の刺し傷があった。容疑者と思われる妻の遺体はまぶたが糸で、何消えてるね、口は刃物で刺く、字が消えてるね。遺体が発見されたのは2階の、これ以上はシミがひどくて読めない。2階の、呪音だとここ開けて、天袋の上に死体があったんだよね。ここの上に死体があったんですよ。おーっと動いた。この枕生きてるな。シミがあるね。ここなのか、現場は。もしかして嫌な予感するね。ちょっと逃げとこうか。2階で、ジオンの間取りだと言うと、ここが敏夫くんの部屋だよね。猫の目がいっぱい描いてあるやつ。敏夫くんの部屋は紙袋となんかあるね。チラシの山。スーパーのチラシの間に美容外科の広告がたくさん置いてある。美容外科、音聞いて。誰か来てる？あれ？何の音？今誰か歩いてなかった？音。なんかギシ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 言ってたよね、廊下で。え？ん？なんかいる？これ雰囲気抜群じゃない？このゲーム。顔出すよ。開いてる。開いてる。見て。隙間開いてる。開かずの場だった隙間が開いてる。これ行かずにしたいってはどうなんだろうな。閉めとく？一応行こっか。2階のって言ってたけど、この開かずの間、これ多分呼ばれてるよね。こっち側にもこっち側にもあるな。皆さん準備はいいですか？大丈夫ですね。あっちかな？なんかところどころ変な影が見えるの、気になるね。うわー、出たー。一番やっちゃいけないこの三面鏡。しかもなんかお札貼ってない？血のついたハサミとなんか針があるね。この奥はどうなってんの？ここちょっと開いてる、隙間開いてる。開かないですね。やばいね。一応やるか。はい、じゃあ行きます。
ハサミと縫い針が置いてある。なんだこれ、血じゃないよな。気持ち悪い。うわ、落ちちゃった。動けない。動けないです、今。動けないです。音、音、音。誰か来る。後ろから誰か来るよ。いや、動けないですね。後ろから誰か来てる。奥さんか、これ。消えた？歩けないですね、今ね。消えたっぽい。何今の？きっとお札が取れちゃったからだ。もう帰る。うわっ！正面にいたー。奥さん割と美人だったね、今ね。奥さん何だろう、口塗ってた？なあなあ、昨日どうだった？幽霊いたか？てん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 。ビビって言ってないんだろう？てん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 。どうしたの？大丈夫？うん。僕、早く帰らないと。約束したから。約束した？約束した？まあ、入ったら死ぬじゃなくて呪われるっていう話なので。あ、終わった！終わったー！なんだろうね、呪われちゃうよか、約束がよくわかんないけど。奥さん口縫われ、避けてた？ちょっとよくわかんない、よく見えなかったな。一応ね、ゲームの概要欄のあれ見ると、だいたい15分ぐらいで終わるらしいので、多分これで終わりでしょうね。謎とかそういうのはよくわからないけど、まあここには何かいたって感じですね。いや、雰囲気気持ち悪かったね。あの2階の足音が聞こえたあたりからちょっとかなりゾッとしました。はい。海外のね、インディーズゲームサイトに出てるゲームでございます。フリア探検でございました。短いですが、これに終了したいと思います。お疲れ様でした。